公務員試験そんなに難しいのか。なんだか受かる気がしない。神楽のうちはまた新しいお店出したんでしょ。でもなんかこのまま店を継いでいいのかなって。最近ごめん。あ、誰だかわからないわからないじゃーん、実は。だからほらだからトカッチコンタクトにしたんだ。なんだよみんな、もう。あ、すいませんね、ちょっとお小遣い。久々にさ揃うのに元気ないな。もういや、未来が輝いてるイマジネーションが見えないって話。シャドウが、大変。ほら、シャドウが。ライトだけは変わんないな。シャドウは倒したでしょ。誰だよ。トカッチでしょ。ほらシャドウが、やばいから。ないだろ。ほらそんな手に引っかかるわ。今こそシャドウライト復活の時。クローズといるあいつどっかで見たことある。みんな行くぞ。で、戦隊っぽく言っても私たち変身できないよね。いつからかイマジネーションがなくなっちゃって。アキラにもあれ以来会ってないし。でもこのまま放っておくわけにはいかないだろう。ちょっとライト、貴様たちはまさか特急じゃ。違います。クローズ、ほらライト。スバルガハム小学校。スバ小。ちっちゃくね。懐かしいな。ほら同じくらいになってるよ。行って帰ってきた八下戦隊特急じゃん。梅の超特急7号。皆さんはスバルガハム小学校を卒業します。明日の卒業式は下級生のお手本となるよう落ち着いた立派な態度で臨んでください。ねえ、誰も知らないのライトのこと。くれぐれも明日が卒業式だっていうのに学校休むなんて。遊んだり騒いだりするんじゃないぞ。皆さんは明日一歩大人の階段を上るんです。下級生のお手本ね。なんか昔の私たちの町にそっくり。ライトったら忙しいのに何やってんでしょう。いろいろあるんだな。あいつは明日で小学校卒業か。わあ、うちのお母さんが若い。ってことはタイムスリップしたってことか。ちょっと待って。小学校の卒業式の前の日ってことは、そう、あの日だよ。やっぱりここだった。ライト、なんで家出なんか。明日は卒業式だよ。家出じゃない、明日までには帰るよ。みんなで卒業しなきゃダメだろ。わかんないならいい。
俺一人で行く。もうほっとこ、どうせすぐ帰ってくるよ。うんね。これ。あの日は確かライトを追いかけて、あ、みんなで駅に行ったはずだ。それ。うん。あ、それ。出発進行。なんでそっちなんですか。こっちです。おい、かって、ほら、ほら、行け、急いで。俺だけでも行くぞ。ライト、ライト。みんな。ライト、もしかしてアキラ君に会いに行くの？そうだよ。やっと思い出したのかよ。特急ちゃんの卒業式をやるんだ。だから、アキラもいないと。なんで今日なんだよ。だって、今日じゃないと。クロン、貴様たちが特級者か。子供に倒されるとは、闇の皇帝も名前倒れだったというもの。なんだお前。私の名はヘイ太鼓、シャドウラインの新たなる支配者。え、ブアラ。皇帝が倒せなかった特急者を私が倒す。どけ、アキラに会ってから相手してやる。アキラ、ザラムか。もう貴様らが奴に会うことはない。なんだこれ。変身いたします。特急です。白線の内側に下がって。僕たちの時代に現れたやつ、ヘイ太鼓。行くぞ。列車が参ります。先ほど白線の内側まで下がってください。陰謀ラインか。アキラのことが心配だ。行こう。うん、ライト。よし、よし、ほんと。消えた。あ、違うよ、列車に乗ったんだ。やっぱり今の俺たちにレインボーラインは見えないのか。もうライトは座ってて。全然変わってないね。うん、相変わらず騒がしいですね、お前たちは。助かりました、車掌さん。からのじゃなくてワゴンさん。はい、
激しく車掌に昇進したのよ。不本意ながら。マモさん、私たち、アキラくんに会いたいの。ワゴンじゃなくて車掌って呼んで、イマジネーション。彼はレインボーラインで仕事しています。お前たちと遊んでる暇はないんです。会ったらすぐ帰ります。話をしたいだけです。アキラが働いてるって聞いたんですか。彼はレインボーラインを去った。もう戻らない。そんなはずない。アキラはずっとレインボーラインを守るって言ってたんだ。ザラムはシャドーラインに帰る。それが奴のためだ。アキラはどこにやった。答えろ。何するんだよ。お前たちの弱点はよく知っている。ピョコタン、ヘッタン、ヘッタンコだ。ライトだ。違う、俺じゃない、こいつがやってる。シャドウ怪人だったのか。俺の名はタンクトップシャドウ。タンクトップ。アキラ君も来てたよね。これ以上仲間同士で傷つけ合いたくなければ、ザラムのことは忘れて家に帰れ。忘れるわけないだろ。それにアキラはザラムじゃない。みんな特急チェンジだ。特急じゃ、運行停止。誰よ。お前は誰。人は私を特急ナーボーと呼ぶ。あれは…ちなみに正体は内緒だ。ウィヨー。あ、てててててなんだこいつは。お見せかけて空手チョーク。これじゃない。必殺地獄拳。あたた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 た。奴がいたとは。君たちはもう家に帰りたまえ。嫌だ、俺たちアキラを探す。いてててててて。おいおいおい、ちょ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 、ご家族が心配していますよ。タンクトップシャドウ、お前だけ俺の味方だったはずだ。全てはお前のためだ、ザラム。ザラム、貴様はシャドウ最強の戦士であった頃を思い出し、私のしもべとなる。すべて忘れろザラム。俺と永遠に生きよう。ダメだ。
忘れたくない。やっと見つけた大切な あれ、こっちの方に逃げたんだよね。8年前だもん、よく覚えてないけど。あ、ねえ、大丈夫？うん、疲れたね。あなたたちは、嘘、普通の私とミオちゃん？やっと見つけた。喉乾いた。うん、はい、ほら。え、大人の僕と光、なんでなんで。もしかして未来から来たとか。察しがいいね、さすが俺だ。実は相談がある。こっち、ミオ、カグラ、ヒカリ。これはアキラの。まずい。アキラ。じゃない。それはアキラのハーモニカ。なんでお前がそれを。落ち着けって。こいつは敵じゃないよ今はね。お前まさか俺か。ああ、未来の俺。とにかく話聞いて。こいつはただのシャドウじゃない。アキラの友達だ。特急チェンジ、特急6号。私は彼の鎧としてずっと彼を守ってきた存在なのだ。鎧ってランニングシャツじゃん。タンクトップだ。ザラムがレインボーラインを選んだ時も共にいた。だがアキラがレインボーラインに居続ければ普通の人間と同じで年を取って死んでしまうことが分かっただろ。なぜそれを。ここで聞いたんだよ。シャドウ怪人は不滅だが、このままではザラムは老いて死ぬ。それが許せなかった。だからザラムはシャドウに戻る。を探すな。アキラはシャドウなんかに戻らない。そんなことは。うん、おっ、敵じゃないんだろ。今はって言っただろ。特急電池できない。大丈夫か。やっぱりダメだ。逃げるぞ。なんで特急事故にならなかったんだよ。仕方ないだろ。イマジネーションが見えない。なくなっちゃったんだ。なんで。理由なんかないよ。大人になるにつれて自然と。下ろせよ。え、いいから。ここなら変身できると思ったんだけどな。うん、暗いな。やば。
大丈夫か？なあ、未来から来たって言ったよな。だったら、アキラが今どこにいるのかも知ってるのか？知ってるよ。やっぱり列車返せ。俺が行く。ダメだ。お前たちで兵隊校には勝てなかった。今でしょ。今でしょ。やっぱり戻ってこないな。イマジネーション。返してください。俺たち行きます。今は分からないかもしれないけど、この方がいいんだ。あれ？あれ？ちょっとみんな動かないで。コンタクトか。あ、落としたみたい。あ、ちょっとその辺見てくるな。あ、ちょっとその慎重にね。あ、ちょっと。なんでメガネやめたの？え？それはみんながメガネダサい、ダサいとかじゃなくてなんかちょっと似合ってないかなって。いや、僕的には気にしてた。子供には分かんないんだよ。え？いいの？うん。だからアキラ君のいるとこ教えて。兵隊校は強敵だ。君たちじゃ勝てないと思う。俺たちは、俺たちが正しいと思ったことをします。それが大人のあなたにとっては間違っていることでも、大人には分かんないんだよ。イマジネーション戻らないし、未来に帰る方法もわからないし、これからどうしよう。あの子たちはお家に返してあげよう、兵隊校は私たちが倒そう。ねえねえ、ミオちゃん、これ何かな。ああ、それにしてもお腹すいた。ねえ、ミカダメ。うん、とろっとしたです。はい、シュークリーム。え、持ってきてるの？え、シュークリーム見える、見える、見える、ほら。はい、いただきます。ありがとう、かぐら。どうぞ。子供の頃よくやってたよね、こういう遊び。シュークリーム、シュークリーム、シュークリーム。なんでイマジネーションなくしちゃったんだよ。しょうがないだろ。それが大人になるってことなんだよ。俺は違う。この鈴木ライトは絶対に泣けしたりしない。お前、俺はお前なんだから、ちゃんと言うこと聞けよ。ちょっとやめろ。お前は偽物だ。俺なんかじゃない。本物の俺ならそんなこと言わない。ライト！ライト！みんな、お前、おなら。兵隊行こう。未来から来た特急ジャーだそうだな。だが、イマジネーションのない大人など敵ではない、これは闇から作り出した私の操り人形。かつて私をシャドーラインから追放した愚か者たちにふさわしい姿だ。特急じゃ、我が宿敵。私の夢を全て奪った憎き者たち。力がみなぎってきたわ。我ら4人が力を合わせ共に戦う日が来るとはな。
足は漆黒の男爵ネロ。やらないの？お姉さん。おい、これ列車返せよ。早く返せって。大人になってレインボーラインが見えなくなって、それを当たり前だと思ってた。でも違う、きっと私たちはただ忘れていただけ。想像すればいい、子供の時のように。人からどう見られているかとか、大人だから子供みたいな想像は恥ずかしいとか、そんなこと関係ない。こいつがもう一人の俺が教えてくれた、イマジネーションは何度でも取り戻すことができる。俺たちが子供の時の思いを忘れなければ。どきなさい、特級ジャーになれない無力な大人ども。みんな、この感じ懐かしいな。やったな。やっぱしっくりするな。変身。やった、やってるよ。ちょっと隠れてろ、うん、気をつけて。出発進行。やったね。行け、うん、ほーっ。倒すのは最強の戦士しかない。最強の戦士アキラ。まもなく奴は完全なシャドウに戻る。楽しみに待て。ああ懐かしいな。なんで変身したままなんだよ。いいだろ、久しぶりなんだから。早く列車返せよ。
ほら、取ってみろ。おい、列車返せよ。おい、よいしょ。ほら、ほら、おいっと。よいしょ。おい、いい加減にしろよ。どうしてもアキラに会いたいか。当たり前だろ、卒業式を一緒にやるんだ。レインボーラインは大人になったら見えなくなってくる。そこで働くアキラも同じだ。だから俺はアキラのこと絶対忘れたりしたくない。だから思い出作りに行くんだ。そっか。変身会場いたします。今日じゃないと意味ないんだよな。よし、行くぞ。ライさん、もう。アキラは今おならのところにいる。道は教えてやる。ここから先は君たちだけで行くんだ。おかげで大切なものを取り戻せた。ありがとう。それってメガネのこと？いつか思い出すから、今日のこと。うん。怖いことや悲しいことがあっても負けないで。うん。行け。お前たちが特急車だ。わかってるよ。あのヘイ大公って昔シャドーラインの皇帝の座を奪おうとして追放されたやつなんでしょ。ええ、それが復活したので皆様に何とかしていただこうと。よくご存知で。だって聞いたもん。あの時も大人の俺たちはこうすることを選んだ。違うよ。選んだのはあいつらだ。最高にかっこいいよ。アキラ、いるの？アキラ、いるんだろ？アキラ、アキラ、アキラ、いるんだろ？アキラくん。アキラ、アキラ、一緒に帰ろう。俺は何かを探していた。何をなんだ。あのさ、アキラ、俺んち引っ越しするんだ。引っ越し？スワルガホマを出るってこと？じゃあ一緒の中学校に行けないんじゃない？うん、そういうこと。なんでそういう大切なことが。これからは一緒にいられないから特急車の卒業式をやりたいんだ。アキラ、お前も一緒に。ああ、そいつの名はザラ。シャドウ最強の戦士、我が部下だ。違う、あいつだ、アキラだ。
何を探しているんだ。こんな悲しそうなザラムは初めて見る。なぜだ。アキラ、ザラムが人間のように成長し死んでもいいのか。俺、未来の俺に会った。あいつに絶対言わねえけど、すんげえかっこよくなってた。大人になるのって悪くない。俺はアキラと一緒に大きくなっていきたいんだ。やれ。ザラム、なぜ。探して美しく儚いからこの手で守ると決めた。ザラム、何をしてる。貴様、何をしたか。消えろ。お前、なぜ。あれは虹だ。虹。そしてお前の名前は。お前の名前。アキラ。ライト、トカッチ、ミオ、ヒカリ、カブラ。すまん、そんな姿になっているから分からなかったぞ。それ絶対嘘だよね。はい、アキラくん。ザラム、いいのか。人間のように老いて死ぬだけだぞ。ザラ、違うな。俺の名前は虹のアキラ。そして変身いたします。特急6号、特急6号。冷たく濡れたハーモニカと特急6号。ヘイ大工、タンクトップシャドウの敵取らせてもらう。ドリル列車セット。スコープ列車セット。ご注意ください。しまった。みんなー、リボライゲイワゴーラー。呼ばれてないけど激しく来ちゃった。ついでに合体もしちゃいます。まさか乗ってる。ちょちょ、特急だよ。一気に完成。どうしたの。最後ぐらい手伝わせて。あ、もうずれてるよ。ごめん。かわいい。頑張ろう。うん、おいで。
うどけ。ちょっと、おい、俺がやんの。この状況が飲み込めないのだが。よっしゃ。なんだ。いや、激しく気づかない。何を遊んでる。出発進行。見えた。お前の集団兵器。頂上特急だよ。イマジネーションエレキ。やがてお前たちはイマジネーションを失う。その頃まで待つとしよう。破れたふりをして姿を隠していたのでしょう。それで未来に現れたのか。それ子供の俺たちには黙ってて、私たちの時代は私たちで守るから。イマジネーションは取り戻せたしね。わかりました。では私の力であなたたちを未来に。おお、あれ私たちが落っこちたやつだ。うん、じゃあ、ここでグリッターが開けたのに、うん、僕たちがタイムパラパラ。タイムパラドックス。よし、これからが本当の卒業式だ。みんな待って。6号として地球の平和のためによく頑張りました。特急ジャを卒業しても僕たちはいつまでも仲間です。卒業生代表、虹のあきらくん、ライト、トカッチ、ミオ、ヒカリ、カグラ。卒業式か。当たり前のこと言ってる。大丈夫？この顔見て。泣いてる。本当に街を出るのか、ライト。ああ、でも毎年集まろうよ。俺たち特急ジャーなんだから。特急ジャーは卒業なんでしょ？卒業しても特急ジャーなんだよ。俺は約束する。これからもお前たちとレインボーラインはずっと守り続けると。大人の僕たちにも見てほしかったな。ああ、でもきっと未来で楽しくやってるんだろう。よし、踏切ゲームだ。シャドウライン復活の時。見せるか。そうはいかないんだな。この時代にもちゃんと特急車はいるんだから。貴様ら、消えたと思ったらどこから現れた。タイムパラド…タイムパラドックス、わかる？大人になった貴様らは特急車にはなれぬはず。見せてやるぜ、俺たち5人の。6人だ。
で？ようやく俺が見えるようになったようだな。もしかしてずっとそばにいたの？ああ、約束しただろ。お前らをずっと守るって、それも俺の仕事だ。あの時も。あれ、そのタンクトップ。なんとか一命は取り留めた。よし、これならなんとかなりそうだ。現れたな、兵隊子。前の相手はこの私だ。ちょっと、何してるの、車掌さん。皆さんしばらく、今の私は車掌ではなく、鉄道警察隊隊長です。そして鍵を隠そう。私こそが。どうしたの？話は全部聞いたよ。水臭いね。私たちの未来がピンチなんでしょ。中学の入学式まで時間あるし。心配だから助けに来てやった。サンキュー俺。ゾロ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 と来るならまとめてかかってこい。ちょっと危ないから。いやだから、何を隠そう、この私が。そんな気がしてたよ。まあ、大人も子供も車掌さんも揃ったところで。行こう、変身いたします。白線の内側に下がってお待ちください。特急1号、特急1号、ほらほら、あっちあっち、特急2号、行って帰ってきました。特急3号、特急3号、特急4号、特急4号、特急5号、特急5号、特急5号、ここが俺の死に場所か。特急6号、そして夢の超特急7号。メイクチェンジ。足休め。
トルネードおいや、はい、乗り換えて、輪島、はい、やめんや、はい、つぶらん、お前の話はつぶらん、すいませんでした頼んだ、キリブユードブレイカー、セット よっしゃー、よっしゃー、あっち、こっち、どっち、どっちはこれが最高の俺たちのイマジネーションが出発